お疲れ様です。パーソナリティのリコです。今回は寿司の危険性を報道する CNN に外国人が反論、日本じゃ絶対にありえないをお送りします。1、寿司が原因で病気に。日本を訪れた外国人に大きなインパクトを与えるのが生食。特に海外でも寿司以外の呼び方がないほど寿司という日本食は外国人に素晴らしい浸透度を誇っています。素材に火を通さずにそのまま味わえるのは日本の安全管理体制があってこそ。今回は寿司の危険性を訴える CNN の報道からご紹介します。アメリカの CNN が寿司の写真に生魚を食べる危険性というタイトルを添えた記事を投稿して大きな議論を呼びました。記事の内容は、寿司を食べた韓国人男性が片腕を失ったという事例がアメリカの医学誌に掲載されたというもの。その事例によると、71歳の男性が韓国国内のお店で寿司を食べたところ、12時間後に激しい痛みが発生し、左手が膨らみ出したそうです。痛みに耐えきれず、2日後に大学病院に行き検査を受けたところ、生魚に含まれていたビブリオ属菌に感染していたことが判明。男性の手は皮膚炎症を生じ、最終的に腕を切断することになりました。男性は2型糖尿病を患っているため、高血圧症、さらに末期の腎臓疾患を抱えており、透析を受けていたので、必ずしも寿司そのものが原因とは言い難い事例です。しかし CNN が寿司や生魚は全て体に悪いかのような伝え方をしたため、読者から反論の声が相次ぎました。寄せられたコメントの一部をご紹介します。日本人は建国以来ずっと生魚を食べてるわけで、本当に危険なら今頃大変なことになってるはずだが、腕を一本失うリスクを取る価値がある料理だけどな。俺も韓国で怪しげな生のシーフードを食べたことがある。食材が本当に雑に扱われてた。韓国の人たちは当たり前のように食べてたけど、事例証拠として日本は食中毒の発生率が世界一低い。不衛生な環境での調理が一番の問題なんだよ。 CNN は健康関連の記事を書くときはもっと気をつけろよ。ハンバーガーのせいで命を落とすことになった人が大勢いるのは知ってるけど、寿司のせいで病気になった人なんて聞いたことないぞ。寿司そのものではなく、韓国の衛生管理体制に問題があるのではないかという指摘も多かったです。2、日本の卵の安全性。生魚と同じくらい外国人に衝撃を与えるのが生卵。日本人にとって生卵は万能食品ですよね。熱々のご飯に混ぜて醤油を数滴垂らすだけで卵かけご飯が完成します。また牛丼、すき焼き、納豆にも生卵をかけて食べることがありますよね。そんな日本人と生卵との関係には中国の方々も高い関心を示している様子。ある中国メディアが、なぜ日本人は生卵が好きなのか、中国の卵と何が違うのかを問いかける記事を掲載しています。日本食は中国人にも人気で、日本旅行の楽しみの一つになっているようです。また中国には日本料理店が数多く存在します。ただ日本料理を好む中国人でもどうしても受け付けない食べ物、それが生卵なんです。日本では幅広く生卵が食されていますが、なぜ中国では生卵を食べないのでしょうか。記事ではサルモネラ菌が主な理由だと指摘。サルモネラ菌は食中毒を引き起こす危険があるので、中国では鶏卵は生食できない食べ物と認識されているそうです。ではなぜ日本では生で食べても大丈夫なのでしょうか。記事では日本の鶏卵農場はサルモネラ菌対策をしっかりと行っており、採卵後はきれいに洗って消毒し、検査を経て
初めて市場に出るため生食が可能なのだと伝えています。確かに実際の中国の卵の写真を見てみると、見た目からして非常に汚く、日本で販売されている卵とは全く違うんです。スーパーに並んでいてもちょっと買う気にはなれません。鶏が産んだものという点で鶏卵そのものは日本も中国も変わらないはず。それでも日本の徹底された衛生管理が生で食べることを可能にしているんですね。3、外国人にとっての生食。最近では日本食ブームもあり、日本以外でも寿司や刺身が食べられるようになってきました。ただこういった韓国や中国の事例を見ていると、海外での生食事情は気になるところです。そもそも外国人は生ものを食べても体に影響はないのでしょうか。もともと生食の習慣がないので敬遠されがちですが、植物アレルギーがない場合、日本で販売されている新鮮な卵や魚であれば問題ないそうです。卵の生食は魚ほど海外に普及していませんが、香港、シンガポール、台湾では日本から輸出された卵が販売されています。ちなみに海外にも生ものを食べる文化はあります。例えばイタリアのカルパッチョや韓国のフェ。カルパッチョは薄くスライスした生の魚介類をオリーブオイルやレモン汁などで和えた料理です。日本でもイタリア料理としてレストランで食べたことがある人も多いのではないでしょうか。フェは日本のお刺身に似た食べ物で、朝鮮半島では古くから食べられており、韓国を代表する人気メニューです。日本の刺身との違いは必ず生きた魚をさばくこと。またメインは白身魚で、赤身の魚の刺身はほとんどないそうです。薬味はサムジャンやチョジアンと呼ばれる甘辛いソースのほか、醤油やわさびも使われているんだとか。韓国に行ったら食べ比べしてみるのも面白そうですね。それでもやはり衛生管理や品質管理が十分に整っていない国で生ものを食べるときは、信頼できるお店を選んだ方が良さそうです。やっぱり腕は失いたくないですからね。またインターネット上では日本で生食をしまくるアメリカ人の動画が話題になっています。人気フードチャンネルベストエバーフードリビュー賞が来日し、日本でしか食べることのできない生食料理を食べ歩き、ユッケ、サメの心臓、馬刺しや鳥刺しを食べながら日本の素晴らしい衛生管理体制を紹介してくれました。この動画には多くの称賛のコメントが寄せられています。日本はアメリカに比べたらお肉をちゃんと扱ってるね。アメリカのより清潔でナチュラルに見える。日本以外では絶対に生で食べないように。俺は日本に旅行して食べる生の神戸牛や和牛のために生きてるよ。うちの国では想像もできないけど、日本だから新鮮で菌がいないんだろうね。世界一清潔な国だし。ですが数ある生ものの中でも信じられないという声が多く上がるのが鶏刺し。アメリカ人有名シェフのマーク・マッフィー氏が鶏刺しを好んで食べており、日本ではそんなに珍しくないメニューだとツイッターで紹介した際は大きな話題になりました。きっとフグと同じでリスクを背負いながら食べるんだろう。日本では生で食べても平気なような特別な鶏を使ってるんだろう。同じことをイギリスでやったら絶対に病気になるだろうけどね。正直な話、本当に安全なら別に食べても構わないとは思うよ。と言っても私にはそれがとても信じられないけどね。日本人でも好き嫌いが分かれる料理ではありますが、外国の方たちの拒否反応はかなりのものでした。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、お寿司が原因で腕を失うなら今頃日本人はどうなっていることやらと思いますよね。卵かけご飯も馬刺しも好きなので、食に関してはつくづく日本に住んでいてよかったと感じることが多いです。日本ならではの生食を海外の人たちにもぜひ楽しんでほしいですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。グッド評価とチャンネル登録もお忘れなく。